カジヤレンは、宮崎県串間市出身のプロ野球選手。宇藤右内。阪神タイガース所属。串間市立在卒小学校3年生の時に、同小学校の野球クラブで野球を始め、大塚中学校では三流医としてプレーした。宮崎県立福島高校では1年生の秋に、背番号18でベンチ入りし、2年生の秋にエースになったが、 甲子園出場経験はない。JR 九州3年目の第38回社会人野球日本選手権大会の2回戦において2番手で5回を投げ、飛安打に、自責点0だった。4年目に第84回都市対抗野球大会の1回戦で先発登板し、4回を投げ、飛安打5、吉市球1脱三振4、自責点2の成績だった。 2013年10月24日に行われたプロ野球ドラフト会議においてドラフト一巡目で松ゆ希、杉浦実代をそれぞれ重複抽選を外した福岡ソフトバンクホークスに指名され契約金9000万円、年俸1500万円で合意し入団。背番号は14に決まった第39回社会人野球日本選手権大会では1回戦において2番手で 登板し、3回を投げ飛安打1、吉子球1、脱三振に、自責点0の成績だった。11月11日、右足の、第3、中足骨を疲労骨折しており、全治3ヶ月と判明した。2014年は、右肩を痛めた影響もあり、1軍での登板はなく、2軍でも1試合で5回1、3を投げたのみだった。2015年、 6月18日のウエスタンリーグの対、広島東洋カープ戦に2番手で登板し、3回を投げ、無失点で2軍でのプロ初勝利を挙げた。2軍では、チーム最多の33試合に登板し、56回に3を投げ9勝3敗3セーブ、防御率3.65の成績だった。シーズンオフに、岡本健、神林生和、正子ご介、張本雄大と共に、 台湾で行われた2015年アジアウィンターベースボールリーグに NPB 選抜として派遣された。2016年8月23日に初めて出場選手登録され、26日の対千葉ロッテマリーンズ戦において9点リードの9回表に2番手でプロ初登板し、1回を投げヒアンダ打3、脱三振1、1失点だった。 また9月1日の対埼玉西部ライオンズ戦において登板機会を迎え9回表1イニングを無安打に抑えた1軍公式戦では上記の2試合に登板2軍公式戦においては29試合の登板で78イニングを投げ4勝3敗1セーブ防御率3.35の成績を残す2017年は足首の捻挫で 宮崎春季キャンプを離脱し、出遅れたが、2軍公式戦後試合で4セーブの成績を残し、4月18日に1軍に昇格する。同月22日に行われた対東北楽天ゴールデンイーグルス5回戦において、リリーフとして同年初登板を迎えるが、松井和夫に通算200号となる、ソロ本塁打を、また5月25日に行われた対ロッテ12回戦において、 井口忠人に通算250号となる2点本塁打を喫するなど、結果が出ず、6月1日に1、軍出場選手登録を抹消された。1軍公式戦登板は前年と同じくその2試合に、とどまり、2軍公式戦において、主に、クローザーとして42試合に登板し、55回に3を投げ、2勝3敗、2ホールド、15セーブ、 防御率3.23の成績を残す。2018年、セットアッパーを務めていた岩崎賞が故障で離脱したことにより、セットアッパーとして定着、初めてオールスターゲームにも出場した。最終的に、前年岩崎が記録した、レギュラーシーズン最多登板の球団記録に並ぶ72試合に、登板4勝3敗31ホールド、 防御率3.38の成績を残した。この年でプロ入り5年目ながら新人王の資格を有しており、新人王選考の記者投票では有効投票258のうち田中和元、山本義信に次ぐ45票を集めた。2019年は春季キャンプから右肩通でリハビリ調整をした。開幕直後は前年と同じくセットアッパーを任されたが、 怪我の影響もあり、努めることがほとんどできなかった。結局30試合の当板にとどまり、防御率も6.00と不審だった。2020年は2軍で19試合に投げて1勝1敗、2セーブ、防御率1.69の成績を上げるも、1軍当板はわずか6試合、9から1と大量リードの場面で当板したい試合を、除きすべて敗戦試合での当板で、 防御率も6.00に終わり、日本シリーズ終了後の11月26日、球団より戦力外通告を受けた。体に不安はない。まだ野球をやりたいなとは思いますと、現役続行の意思を示した。2020年の12球団合同トライアウトには、不参加だったが、12月7日、中日ドラゴンズを戦力外になった鈴木翔太と共に、阪神タイガースが、 獲得調査を進めていることが判明した。同年のシーズン中から、阪神の編成担当者は、鍛冶屋を調査しており、戦力外となった時点で獲得する方針を固めていたとされる。背番号54、年俸2000万円で合意し、12月15日に入団記者会見を行った。2021年、開幕一軍入りを果たし、3月26日の、 東京ヤクルト第1回戦の7回裏西三塁の場面で4番手の救援で登板、西の裏を打ち取って、回を終わらせた後の8回表の攻撃で、阪神が1点勝ち越し、その裏も回またぎで、続投、1死を取ったところで降板。試合はそのまま阪神が勝ったために登板時点で、勝ち越しの点が入った、鍛冶屋が勝利投手となった。 最速時速1 5 3トルのストレート、カーブ、スライダー、1 4 0キロ台のフォークなどの変化球を投げる。ありがとうございます。